軽井沢です。いや、夏の軽井沢って本当にいいんですよね。高原の気持ちいい空気、そして森林浴もできて、標高も高いので東京のようなムシムシ、もう息苦しいような暑さっていうのは、まあ最近はね、少し軽井沢も暑い日も増えてきたようですけれども、でもやはりこの場所柄、夏の軽井沢最高です。上田にある私の父方のお墓参りを済ませて、今回は国宝八角三重の塔を見に安楽寺まで来ました。このちょうど先ですね、見えるところが本堂です。私はここは過去両親たちと、何度か来たことはあるんですけれども、夫と子供はまあ初めてなので、そしてこの安楽寺はですね、別所温泉駅から、まあ、歩いても行ける距離ですね。車ですと、まあ、数分、3、4分ぐらいでもう下の駐車場まで着けるぐらいの距離にあります。本堂のすぐ左手にこの八角三重の塔に登っていく入り口があります。ここで入場料を払ってお参りに行くんですけれども、なかなかな階段なんですよね。でしかもこの八角三重の塔の近くにも、まあ、ここお寺なので、あの八角三重の塔のところにもお墓はありますし、さらにその上にも急な階段を登っていくところがあるので、ここにお墓参りに来られる方たちは大変だろうなっていうふうに話しながら歩いていました。綺麗な緑ですね。結構もう息が切れています。途中3組4組ぐらいの、シニアの、ね、方たち、ご夫婦とかとすれ違いまして、でうちの子はなぜか暑いのに、私の母のスカーフをマントにしてアンパンマンなんて言ってやっていたので、あらヒーローね、スーパーマンね、なんてみんなに言われながら通り過ぎていきましたけれど、こちらがこの八角三重の塔です。これですね、パンフレットによると、その建立された時代については鎌倉時代末期から室町時代の初期までの間っていうふうにずっと言われていたんですけれども、平成16年、奈良文化財研究所のとある先生の調査の結果、これが1289年と判明したんですって。この三重の塔用の、あの伐採された材木の年代ですね。ということで1290年代には建立されていた、まあ、つまりこの日本最古の禅宗用建築であるということが証明されたということなんですよね。1290年代ですって。ちなみに私が両親と前回来たのが多分6、7年くらい前かなっていうふうに思うんですけれども、その時に見た時より今回の方が随分なんか、まあ、朽ちているというか、随分とこう古めかしくなってしまっているっていう感じがして、まあ、もしかしたらばそのコロナでですね、あの観光客とか人もここに来なかったので、そういう意味でのそのお手入れっていうのもされてないっていうのは関係してるのかな、なんていうふうに思って話したりしていました。はい、ここが別所温泉駅です。ちょうど電車が奥に止まっているのが見えるかと思います。そしてですね、日帰り温泉にちょっと入っていこうと思って、藍染めの湯、これは本当に別所温泉駅からすぐのところにあるんですが、あの初めてなんです。私の両親も初めて行ったところで、お昼をまず食べてからっていうことで、馬肉そばなんていうメニューもあって、やっぱり信州だねなんていうふうに話していたんですが、まあちょっと小腹を満たすべく私はこの冷やし中華を子供とシェアしました。すごくいい温泉でした。あの別所温泉行かれる時には日帰りの藍染めの湯もぜひ行っていただきたいなって思います。
そして日帰り温泉で汗を流してさっぱりして、その後軽井沢に戻ってきました。駅の近くにですね、チョコレートファクトリーというこのお店がありまして、ちょっと大人たち用にチョコレートを買ったり、近くのスーパーで、この時はもうホテルのディナーではなく自分たちの部屋で買ってきたものを食べようということでスーパーでいろいろと買いまして、お惣菜とかね、そういう買い出しもして、その後私と夫で、アウトレットまで来ました。それこそここのアウトレットも私は両親と上田や軽井沢に来るたびに結構寄ることも多かったので、好きな場所の一つなんですが、ちなみにここね、本のアウトレットなんですよね。前回来た時に初めてなんか知って、もしかしたら新しいお店なのかもしれないんですけれども、子供に絵本をちょっと割り引かれているものを買ったりしました。割とこうやって子供が遊べる遊具が充実していたり、確かですね、そのコロナ禍の時に来た時には遊具も全然使えないようになっていたり、あと子供が遊べるところが、お客さんが来ないそのタイミングでっていうことなのかもしれないし、ちょっとわからないんですけれど、ちょうどこう工事をしていたりっていう感じで、それから、フードコートの隣にもちょっとこう電車がちっちゃい汽車ポッポが乗れるようなところがあったんですけれども、そこも閉まっていたりっていうことで、かなりそのコロナ禍の時には状況も違っていたんですが、でもまたああやって遊具も復活していました。ミカドコーヒーはもうね、キューカルのお決まりのお店ですけれども、このアウトレットにもちょっとしたコーナーでこうやってテイクアウトができるところがあるので、今回ココアフロートを注文してみました。なんかね、やはりこうキューカル来ると条件反射のようにミカドコーヒーはなんか一度は買いたくなっちゃうんですよね。この軽井沢のアウトレットはとても広大な敷地にあるので、ちょうど先ほどのミカドコーヒーは軽井沢駅のところから降りて、割とすぐのところにあるんですが、そこを中心として右手と左手にもうとにかく大きくあるんですよね。この奥に見えているあの建物もお店なので、これがこの広場の部分がこの東側のエリアの一部っていう感じなんですよね。でちょうど私が今いるこの辺りはハイブランドの、ショップが並んでいるエリアです。でここがですね、ちょうどワゴンカーみたいなのが見えると思うんですが、そこでテイクアウトをして、でこのテントの中で小さなキャンプ用の椅子もあって、子供もちょうど座れるような高さのところがあって、で2回くらい前の時に私たち家族で、テイクアウトして、でその時に風が気持ちよくて最高な中、ちょっとしたキャンプ気分でランチをいただいたこともあります。本当にあそこもおすすめです。そしてホテルマロードをチェックアウトして、その後に自転車をちょっと1時間だけレンタルしまして、次の日の朝食分ということで朝の屋のパンを買いに来ました。あ、ここがねキューカルのミカドコーヒーです。もう定番のお店ですね。相変わらず行列ができていました。並んで周りでね買って食べている方たちも多くいらっしゃいました。でさらにそこを奥に進んでいくと朝の屋は右手にあります。はい、こちらが朝の屋。最近は都内にもね何か所か朝の屋ありますよね。自由が丘にも駅の近くにありますけれど、でもやっぱりそのこの本店でね買うのはまたちょっと気持ちが変わりますよね。でちょうどこの日軽井沢最終日、3日目なんですが、最終日は自分たちで何かこう持ち寄ったり作ったりっていう、そのキッチンのついているコテージみたいなところに泊まることになっているので、夕食と
それから次の日の朝食のこの朝の屋のパンを買おうということで、ちょっとお土産にも持って帰れるようにっていうことで多めに買ってみました。そしたらちょうどその3000円以上かな、買った人にはこの不織布のバッグプレゼントですなんて言って、でちょうどそのバッグにぴったり入りきる量だったので、そのショッピングバッグで持って帰りました。そしてこちらのテニスコートは、見覚えある方いらっしゃいますか？現在の上皇様と上皇后様が若かりし頃に軽井沢でテニスをしているシーンというのが、まさに先ほどのテニスコートなんですよね。せっかくなので自転車も1時間レンタルしたので、ちょっとこの旧軽の1本か2本奥に入ると、また随分と自然に囲まれた森林浴ができるようなところがあるので、ちょっと探検してみようということで、家族3人でこんな感じの雰囲気のところをいろいろくるくると回ってみました。気持ちいい景色ですよね。軽井沢って本当にいいなって思います。実際この軽井沢のエリアで生活していらっしゃる方、知り合いに何人かいらして、話を聞くと、やはりその湿度は結構高いので、カビやすかったりね、ちょっと空気を入れないだけでもカビができやすいのよなんていう話も聞いたことはあるんですが、でもこの緑にね囲まれて、いい空気の中で生活もしてみたいななんていうふうに思います。そしてこれはまたアウトレットに来ています。先ほどアウトレットの部分で、この奥に見えるのも、アウトレットの一部なんだっていうお話をしてたのが、ちょうどこの建物なんです。ここは飲食のねお店が入っているんですけれど、つまりあそこに見える奥の右手の方から前日撮っていたんですよね。この辺りはハイブランドのお店が並ぶ方のエリアです。子供が一緒だとどうしても、甘いものは控えた方がいいって我慢してるので、大人2人でのアウトレットだったので、ちょっと休憩ということで、フードコートの中に入っているこのジェラート屋さん、初めて買ってみました。毎回こう見てはいたんですけれども、ただこう通り過ぎるだけだったんですが、今回子供いなかったので、ジェラート買ってもいいだろうということで、なんかねいろんなこのランクがあるんですよね。2種類の組み合わせ、シングルかダブルか選べるんですが、ダブルにする場合はそのランクの組み合わせで、このチョコミントとチーズ&チーズで800円ちょっとしました。値段で言うとかなりな値段ですけれど、旅行先でっていうことなので美味しくいただいてきました。こちらはなのでウエスト側の方ですね。いや本当に広大な敷地なんですよね。ということで今回の軽井沢も、子供と一緒に家族と一緒にすごく充実した3泊でした。もう私が幼い時から毎年恒例の家族旅行もこの軽井沢だったんですが、こうして子供が生まれて、また新たな軽井沢のいいところを発見しているっていう感じです。今回2回日帰りの温泉も入ったんですが、大満喫でした。